开始可能会有点吵，因为这个时间每天早上都是嘎古巴在煮饭的时间，饭都是嘎古巴。今天来讲一个比较沉重的话题，就是有关这次今晚的无差别杀人事件。今那个 KO バスでなんか起こってたか。クブ兄弟。高校卒業して大学行かずに漫画喫茶に就職して、でもともとなんかすごい仲いい彼女があって、の彼女がなんか最近多分就職してから漫画喫茶で働いてから、まあ疎遠になって、同期もここがなんかいじめられたみたいね。彼女はいるから幸せだった、就職で疎遠になった、それ以来のがもう落ち込んで、が漫画喫茶ってね、なんかしたよね。荷物を一回渋谷のコインロッカーに入れて、その渋谷に多分一回り行って、なんか荷物取って、またそのリュックを持って電車に乗って、電車になんかおじさんを刺した。午後8時頃、結構早めだね。勝手に思うんだけど、ね、孤立されていなくなってさ、話し合う人が一人でもあれば、もう考えすぎだよ、もういいよいいよ、飲みに行こうとか、いいよいいよ、なんか孤立されるが一番いい、ね、解決できるじゃないかな。あるいは、まあ、日本、台湾もあるけど、なんか日本わかんないけど、多くない？じゃあ、あるって模倣犯が出るんだよね。ああ、そうか、そう、模倣犯ね。なんかさ、俺もそれをやったら死刑にしてもらえるんじゃないかみたいな。そうね、その前の新幹線で殺した人、うん、なんかなんだっけ、その人が、あ、アスペルガー症候群かな。あ、そう。死刑したいって言ってたの。うん、で死刑したよ、戻ったらもう満載参照した。満載。もう行かれてるんだよね。行かれてるね、もう。でも生い立ちもちょっと大変だった。なんかアスペルガー症候群で、うんうん、周りも認めてくれなくて、うん、あ、親もこのこういう子供をどうやって扱うのも分かんないので。うん、それで作った悲劇だよね。もともと官僚かな、英才教育してたけど、彼女もいろんなことってこのお兄さんのせいで失敗したみたいで、で自殺したの。中学生2年生から大学の時代およそ7年間ずっと家庭暴力、自分の親に、うん、でそのお父さんも、もうどうしようも分かんないから自分の子供も殺した。まあ多いよ、その裕福な家の家庭の子供が変な子多いよ。日本はストレス社会って、まあ、一般的には言われるけど、まあ、なんか俺とかはまあ、ね、ずっと日本でこう生きてるから、まあ、こんなもんなのかなって思って受け入れちゃうけど、なんか勉強とか大学受験とかを強いられてる家庭で育ってるとストレス半端ないんじゃないの？そうそうそう、なんか日本で結構大学、高校から大学行く段階で人生が決まるって言われてる、うんうん、でお金持ちの社会で結構小さい頃から、幼稚園からね、うん、幼稚園からも国に行って、うん、それからの小幼稚園からずっと、うん、なんか上に行く慶応幼稚園、うん、それが入ってもうずっと慶応が行ける、大体ね、100% の人しか大学行けるね。ほんと半分しかない。だから、大学行けるかどうかに人生が決まる。だって、高卒で大体あんまりうまくいかないってなんかみんな言ってるけど、みんなの思い込みね。もうなんか大学も、大学もまたレベルがあるの。なんか一流大学と三流大学、ダメの大学も、人生うまくいかないってみんなすごい思って。日本より、ほんとそれ、すごい感じる。台湾より学歴社会。一つは日本で大学、あ、はい、じゃあ頑張って大学卒業して、台湾でなんか面接大体大学卒業して、大体1社2社でしょ？多くても10社。日本の大学生、平均100社。100社面接して、やっと1社に入れる。面接、ずっと面接。その面接し続けて、周りなんか、あ、誰誰、何会社に入った、誰だ、その、何会社入った、残ってる自分だけも、それも本当に、もう大変だな。みんな入った自分が残ってる時も、私経験してから、私日本、台湾で働いてから、なんか日本の企業から呼ばれて、日本、東京に来たから、100社ぐらいの面接が、経験したことないから、
あ、代謝吐いた後にね、パワハラとか。でも日本、パワハラの会社多いだね。タマジン思ったらなんか、パワハラあったらもう、辞めたらいいじゃん。もう辞めたらいいんだけど、だから頑張って100社を、頑張って就職して、面接して、やっと入った会社で、1年未満で辞めると、これから自分の職歴にとってすっごい不利な状態になっちゃう。日本は普通に3年働いても短いと思われる。基本的に自分がいじめられたら下をいじめるっていうのは、結構多いと思う。うん。あとは、なんで自分はあんなに苦労してたのに、お前はのうのうと苦労しないで仕事をして生きてんだっていうのは、それは多分認められない。辛い思いをしてきた人からしてみたら。でも実際今パワハラをしているような上司っていうのは景気のいい時に就職してるから辛い思いはしていないはずだよね、うん、だって今その30代50代も景気めちゃくちゃいいだよね、うん、なんでただ、まあ、パワハラしてくる上司とかが唯一不満に思うっていうことはおそらくだけど昔は仕事の時間がめっちゃ長い。ああ。人生も景気いい時家庭とかはもうノータッチ、家庭のことは何もできないで、もう仕事だけひたすらさせられる、そういう時代。親はそうだから、うん。だからしょうがない。自分の親はこういう感じでして働いて、なんか帰る時間は12時とか、うん、終点ギリギリで帰るから、自分もそう働きゃって普通と思ってる。昔 CM でコマーシャル栄養ドリンクでリゲインっていうそういう栄養ドリンクそれの CM がサラリーマンにそれを渡して24時間戦いますかって24時間仕事してくださいっていうブラックだよブラックだよ超ブラックもうそれが普通な時代まあそういうまあ景気がいい時代は24時間で腹がけますっていう、うん、言うじゃん、うん、今もう完全違法、うん、違法違法違法、うんうん、だからそういうのに多分上司は不満を持つんじゃない俺らだって本当は子育てをもっとしたかったけど仕事をしなきゃいけないお前らはなんで定時に上がろうとして残業もしたくないとかなんかそういうの平気で言えるのみたいな多分そういうのがあるんだと思う。そう、しかもなんかうちらも上司に伴ってなんかずっと夜までずっと飲んでるんだよって。まあ台湾もしかし景気いい時もみんな必死で頑張ってるかもしれない。うん、あるね。もうしょうがないな。本当大変。そういうことです。日本はストレス社会です。っていう今日はここまで。じゃあまだなんか日本の何か知りたい時教えてください。ここまで。次はここまでチャンネル登録よろしく。